教会大分裂赤がアビニョン教皇長支持、青がローマ教皇長支持。緑のポルトガルは当初アビニョン支持だったが、ローマ支持に転じた教会大分裂は、1378年から1417年の間、ローマとアビニョンにそれぞれローマ教皇が立ち、カトリック教会が分裂した状態のことである。最も有名なシスマの一つで、 単に、シスマという場合は、この事件を指すことも多く、また、大シスマとも呼ばれる。西方大理教、西方教会大分裂とも言う。1377年、グレゴリウス11世が教皇庁をアビニョンからローマに、戻すが、翌年死去。教皇選挙で、イタリア人のウルヴァヌス6世が、教皇に選出された後、多数派のフランス人数奇教らは選挙は無効だとして、 ウルバノス6世の範位とジュネーブ出身のクレメンス7世の強行選出を宣言した。クレメンス7世はアビニョンに戻り強行位を主張したウルバノス6世はローマに止まったためカトリック教会は両派に分裂することになった。事態収集のため1409年にピサ教会会議が開催され、二人の強行の範位とアレクサンデル5世の選出を決めるが、 二人の教皇は納得せず、結局、三人の教皇が定立する事態になった。アレクサンデル五世の後継者である、ヨハネス23世は1414 14年、神聖ローマ皇帝ジギスムントの圧力を受け、ドイツにコンスタンツ公会議を召集する。会期中に、ヨハネス23世はコンスタンツから逃亡してしまったため、公会議により、廃位とされ、 グレゴリウス12世も大意に同意。後に、ベネディクトゥス13世も廃位された。1417年、新たに、マルティヌス5世が、教皇に選出され、ようやく教会大分裂は収束した。教皇グレゴリウス11世は、教皇庁をローマへ戻し、アビニョンの時代は終わったかに見えた。1378年、グレゴリウス11世の死後、 強行選挙で、ウルバヌス6世が即位した。数奇教団は、フランス人が圧倒的に多かったが、イタリア人強行を求める声は強く、さらに、フランス人数奇教の間にも分裂が生じていた。ウルバヌス6世は、当初官僚的で温厚な人物だと考えられていたが、即位すると数奇教に対し、強圧的になった。 その結果、フランス人数奇教がローマを去り、イタリア人数奇教たちもこれに従った。彼らはしばらく教皇と交渉と試みたが、拉致が開かないことを悟ると、一転して、フランス王の追いに当たるクレメンス七世を選出し、アビニョンに寄った。ここにローマとアビニョンに二人の教皇、二組の数奇教団が並立する長い教会大分裂が、始まった。ヨーロッパの主要国は、 一方の教皇を支持して分裂した。ウルバヌス6世の側には、ルクセンブルク家の神聖ローマ皇帝と帝国の大部分、ハンガリー、ボヘミア、ネーデルラントの諸国、イングランドが、一方のクレメンス7世には、フランス、スコットランド、サボはハプスブルク家のオーストリアが支持を表明した。さらに、当時、道徳的に優れていたとされ、 教会に信頼されていた聖職者たちからも、両教皇の正当性について、全く分裂した意見が表明された。両教皇の死後も、教権の分立状態は解消されず、主に、フランス王権と神聖ローマ皇帝権の意を受けた、それぞれの教皇が並び立った。ローマでは、ウルバノス六世が死ぬと、ボニファティウス九世が後を継ぎ、アビニョンではクレメンス七世の死後に、 ベネディクトゥス13世が即位した。このベネディクトゥス13世はフランス教会への支配を徹底しようとしてパリ大学を中心とするフランス人聖職者の反発を招きフランス教会のガリカニスムの傾向を強めることとなった。このような混乱の中で譲歩しようとしない両教皇の態度に豪をに癒した両教皇庁の数期教団は公会議を開いて 新しい教皇を選任し、この分裂を解消しようという動きを取り始め、公会議主義が形成された。公会議派は1409年ピサ公会議を開き、両教皇の参加を求めたが受け入れられなかった。この公会議は両教皇の敗を宣言し、新たにアレクサンデル5世を選出した。これに対し、ベネディクトゥス13世はペルピニャンで、グレゴリウス12世は、 チビダーレで、それぞれ自派の公会議を開いたため、ここに三人の教皇が定立することとなった。アレクサンデル五世は一年後に亡くなり、ヨハネス二十三世が継いだが、この教皇の評判はかんばしくなかった。美公皇帝、ジギスムンと教会大分裂の解消に熱心であった。図中右の和紙の紋章は、ドイツ王権を、左の相当の和紙の紋章は、皇帝権を象徴する。 彼は、ローマ王として、単頭の和紙を皇帝として、総統の和紙を印字で用いた最初の君主であり、以後監修として定着した。また、頭中の総統の和紙の頭には、降臨が見えるが、これもジギス軍とによって、帝国の神聖さの象徴として書き加えられることが、定められたルクセンブルク家の皇帝へ、ジギス軍とは、教会の再統一に積極的な姿勢を見せ、 ヨハネス23世とグレゴリウス12世の同意も取り付けて1415年にコンスタンツ公会議を開いた。このコンスタンツ公会議ではイングランドとフランスが100年戦争中で長い対立の中にあったこともあって国民的な単位に基づく異例の投票形式が採用されイングランド、フランス、ドイツ、イタリアの4つの出身団により行われ1417年からは スペインの出身団と数期教団が加えられて投票権を持つ集団は6つとなった。公会議の途中で教皇ヨハネス23世は出本し、公会議は召集権を持つ教皇を失って一時危機を迎えたが、公会議派が中心となって、公会議の決定が教権に優越することが主張され、公会議は協領、サクロサンクタを発して、 その正当性を保持することに成功した。しかし、サクロサンクタは、公会議が強権に優越することを永久的に定めたものとは、みなされなかった。しかし会議は難航した。フスなどの異端運動に対する問題や、教会改革をこわだ高に主張する求心者と反発する保守派、そして国民間の対立や、進学者同士の理論上の対立が持ち込まれることも、 しばしばであった。さらに公会議に教皇の選任権があるのかという問題も紛糾した。とにかく、この公会議は様々な論争と政治的駆け引きに翻弄され、長引いたものの、定立した三人の教皇を排位し、新たにマルティヌス五世が選任されることで一致した。こうして、教会大分裂は終わったが、一連の過程の中で、 もはや普遍的であると信じられていた教会の中でさえ国民性が影響力を増していることが明らかとなった。教会大分裂の時代にもカトリック教会の統一が維持されたことは普遍的な教会がいまだ求心力を失っていなかったことを示しているが国民的な単位を通して世俗の権力が教会に対する支配を強めたことは確かであった。ただし公開議主には 共権の統一が果たされると、急速に影響力を低下させ、世俗の政治社会における議会のような明確な制度化にはつながらなかった。教会大分裂は、聖職者だけではなく、西ヨーロッパ全体の社会に影響を与えた。ホイジンガによれば、ブルージュの町がローマ教皇支持からアビニョン教皇支持へ転じたとき、ローマ教皇派の大勢の民衆が町を出て、 付近のローマ教皇支持の街へと移住した。フランス王の進化で著述家のピエール・サルモンがユトレヒトにやってきた時のこと、彼のために復活祭のミサを行う司祭は一人もいなかった。なぜなら、ピエールはアビニョン教皇を支持する側にいると考えられたからで、ある。ホイジン側13世紀から15世紀の時代を、党派の時代と呼び、このような党派対立の原因を経済的利害で、 あるよりは民衆の申請に損した復讐欲であるとみている。このような党派対立の中から、ブルゴーニュ公領ネーデルラントに民族意識の方がが見られ、ハプスブルク家などの外来の支配者との対決を通じて国民感情に発展したという。ありがとうございます。